はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回は、アルファロールとエディオールについて確認していきましょう。共に、ビタミン D 製剤となっているんですが、どういった共通点があるんですか逆にどんな違いがあるんですか使うにあたって、どんなことに気をつけたらいいんですかってことを今回一緒に確認していってください。じゃあ、まず、アルファロールなんですが、中身はアルファカルシドールとなっていて、エディロールは L でカルシトールとなっています。 で、この一般名からどんな行動してるのか、どんなお薬なのかって見ることできるんですが、それがここです。カルシというとこですね。これがビタミン D 製剤ってことを表しているよとなってます。ちなみにビタミン D っていうのはカルシウム代謝に関わるってことで、このカルシってところからカルシウム代謝に関わるんだなって覚えてもらうと、より多くのことを覚えることできるんじゃないかなと思います。じゃあ、アルファロール、エディロール、ともにビタミン D 誘導体となっているんですが、 ビタミン D ってどんな行動をしてるかというと、ビタミン D はコレステロールから合成されます。じゃあコレステロールってどうかというと、基本骨格としては、6、6、6、5の行動をしてるんですね。じゃあビタミン D も、6、6、6、5と似た行動をしてるってことになるんですが、どうなってるかというと、6あって、6の部分が快感して左上になって、6、5となってます。 で、これをですね、参考に行動を見るとどうなっているかというと、アルファカルシドールは、6、6因間が左上になって、6、5ですね。エディロールもそうですね、6、6因間が左上になって、6、5となってますんで、この行動からビタミン D 誘導体だよねと見ることができますんで、6、左上、6、5と言われたら、あ、ビタミン D 誘導体なんだなと見れるようになってください。で、そんな中で、何をね、プラス見ていかなきゃいけないかというと、 1>, 1位が水酸化されてるかどうか、25位が水酸化されてるかどうかっていうのはすごく大事です。ビタミン D っていうのはそのままで作用することはできなくて、腎臓で水酸化、肝臓で水酸化されて活性体となります。じゃあ、アルファカルシドールどうかというと、1位は水酸化されてるよねってことになりますんで、腎臓の水酸化なくてもですね、活性化することできます。 じゃあ25位どうかというと、25位は水酸化されてませんので、肝臓で水酸化されないと活性体になれないということで、腎での活性化いらないけど、肝での活性化必要なのが、アルファロール、アルファカルシドールとなっているということです。ちなみに1位と25位、腎臓で水酸化が肝臓で水酸化がごっちゃになる人は、GE 陰臓を、GE 陰臓でいいですね。あ、1位は、 腎臓で水酸化されるんだなって感じで覚えてもらったらいいと思いますので、腎臓で腎臓は1位を水酸化する。じゃあそれに対して肝臓はというと25位水酸化するんだみたいな感じで覚えてもらったらいいです。で、話は戻りますが、アルファカルシドールは1位は水酸化されてるんで、腎臓の水酸化不要、肝臓の水酸化必要というですね、生態なんだなという感じで見ておいてください。じゃあエディロールどうかというと、エディロールは1位水酸化されてますよ。そして25位も水酸化されてますよということで、 腎臓でも肝臓でも水酸化を必要としない製剤となっていると。で、それに加えて、この2位の部分に即差がくっついているということで、よりコスト相性に効果の高いお薬となっているというのがエディオールの特徴ということになります。じゃあ、ビタミン D なんですが、どんな作用があるかというと、腸管からのカルシウムの吸収ですね。 あとは、腎臓からのカルシウムの再吸収、促進することで、血液中のカルシウム濃度を高めるという作用があるということで、コスト総傷に用いたりとか、あとはですね、アルファロールに関しては、慢性腎不全における低カルシウム結晶とか、復興上腺機能低下症に伴う低カルシウム結晶ですね。あとは、骨痛とか骨病変なんかに用いることができるようとなっています。 で、このエディロール、アルファロールの効能を見てもらうとどうかというと、エディロールはコスト総称のみとなっていて、アルファロールっていうのはコスト総称以外にも低カルシウム結晶なんかに使っていくことありますんで、処方されたときに、エディロールだったらコスト総称、アルファロールだったらどっちかわかんないっていう感じになってるんで、まあそういったとこもね、見れるようになってもらったらいいかなと思います。で、ちょっとね、プラスアルファ話しておきますが、このアルファロールなんですが、慢性腎不全における低カルシウム結晶に使うことができるとなってるんだけど、 なんで慢性腎不全の低カルシウム結晶に使うことができるかというと、1位が水産化されているんで、腎機能が低下していても、ビタミン D をしっかり活性化することができるという構造になってますんで、慢性腎不全における低カルシウム結晶なんかに使うことができるよねとなっていますんで、結構ね、アルファカルシドールが慢性腎不全の患者さんの低カルシウム結晶を治す目的で使われること多いんだなって感じで見ておいてくれたらいいです。 じゃあ、続いてはエディロール見ていきますが、このエディロールのポイントとしては、2位に即差がくっついた。それによって骨をより強くするってことなんですが、なんで骨をより強くするかというと、骨吸収抑制作用。破骨細胞の機能を抑制する作用が認められたということで、より骨を強くする。骨粗創症にいいよねというお薬で作られたということになってますので、エディロールは骨粗創症に適用あるんだよって感じで見ておいてくれたらいいです。 ということで、アルファロール、エディロールなんですが、どんな行動してるんですかどうやって作用していくんですがどういった場合に用いるんですかってことを確認してもらった上で、続いては臨床成績確認していってください。じゃあ続いては、コスト症患者に L でカルシトール、アルファカルシトール使った時に、どういった違いがあるのかってことを表した臨床成績について確認していきましょう。 じゃあ、この表を使って見ていくということなんですが、何を表しているかというと、L でカルシドール、アルファカルシドールを使ったときに、非外傷性の新規椎体骨折、どれぐらい起こしたかとか、非外傷性の前腕骨骨折、どれぐらい起こしたのかっていうのをこの表が表してくれてます。ちなみに、非外傷性って言ってるってことで、バーンって言って骨折するというですね、そういった場合に覗いた場合の新規椎体骨折、前腕骨骨折を見ているということになりますね。 じゃあ、この結果から見て、L でカルシトール飲んでる場合は、アルファカルシトール飲んでる場合に比べて、新規椎体骨折起こしにくいって言いますし、前腕骨骨折起こしにくいというデータが出ているということで、L でカルシトール群っていうのは、アルファカルシトール群に比べて、新規椎体骨折の相対リスク減少率が26%、前腕骨骨折はなんと71%とともに起こしにくいとなっています。で L でカルシトール使った時の方が、骨折起こしにくくなるんだーってことが言えると。 であとは、今回ここには結果載ってないんですが、骨密度どうかというと、L でカルシトール飲んだ時の方が骨密度増加しやすいってね、そんなデータもやられてますんで、コスト総称には L でカルシトール使うのがいいよねっていう感じになっております。で、あとは、副作用を見ていきますが、発現率高いものに何があるかというと、血中、尿中、カルシウムの増加っていうのがあります。で、この血中、尿中、カルシウムの増加、どっちも起こるとはされてるんですが、特に L でカルシトール使っている時の方が、 起こりやすいとなってますんで、共にですね、血中カルシウムの濃度、尿中カルシウム濃度の上昇には注意しなきゃいけないんですが、特に L でカルシウムを使っているときは注意していかなきゃいけないとなってます。じゃあ、どんなことに注意しなきゃいけないかというと、服用中はカルシウム濃度を定期的に測るとか、あとは、血中カルシウム濃度が高いことによって起こってくる消化器症状、イライラですね。そういったものに注意して使っていかなきゃいけない。あと、尿中カルシウム濃度が高くなる L でカルシウム濃度においては、血石ですね。 起こしやすい人は特に注意していかなきゃいけないとなってますんで、血中カルシウムの増加、そして尿中カルシウムの増加に注意して使っていかなきゃいけないんだよとされているということです。ということで今回は L でカルシトール、アルファカルシトール、アルファロールとイ E ロールについて確認していきましたが、それぞれどうやって作用するんですかどんな特徴を持っているんですか臨床成績どういった違いがあるのかそして何に注意しなきゃいけないのかってことを把握してもらって、より適切にお薬を使えるようになってください。それではまた。